全国でも中国山地は最も過疎が進んでいる。瀬戸内海の臨海工業地帯への人口集中の一方で、様々に人々の生活が崩壊していく。島根県日原、山あいの滝谷と小滝の二つの集落は、もはや今までのような生活ができない状態に追い詰められている。豪雪の時ほとんどもなくなりましたね。豪雪からこっちへこっちへ、豪雪の時にみんなここはあまり大雪が降るからやれんって言うのでね。それでそれから今度まあ全然家が、まあ、だんだんなくなったんですよね。小滝ではだいたい、まあ豪雪の時はあまり減らなかったんですが、やっぱりこの滝谷の人がね出ていきますけどね。それでまあ自然小滝も人数が少なくなるからしね、だんだん出ていくようになったんですよね。そして今何年ですか、小滝で。2軒です。それも今に1軒になりそうなんです。そうですよね。ここの島にキリッタさんっていうお宅がありますがね、それはもう子供さんが今6年生と2年生と2人おてですがね、学校がもう人数が少なくてやれないでしょう。それでどうでもこうどこか行かないやれん言うてね。それがまだまあ今はおてですがね、一軒になったらねどうにもなりませんからね、いずれまあなんとか考えないけんと思って今町の方にもお願いしたり してみるではありますがね。それでまあ人がおらなくなればイノシシもだんだん増えてきますしね、はい、今年ももう出ましたですけどね、今2回ほど。もう一軒になったらどうにもならんでしょう。それでまあどうせどこか本当町の方へ、でも町の方って言っても町の中へ出ても田んぼもないしどうにもならんと困っとるんですよね。おじいさんが今79ですし、おばあさんが今74ですか。それからまあ、第一ここらまあ町道ですからね。それでやっぱり町もそれ路面修理なんかは来ますけど、こう買ったりするのはみんな地元でするんですからね。それでそんなことにも人数がないからまあ道も困りますよね。生徒が5人になった滝谷の分校。はい、3年生が2人、4年生が1人、6年生が2人、合計5人でございます。もうその下はありませんです。赤ん坊ももちろん3年生が2人残るわけですね。現在の4年生がこう出ていくわけですから、果たして来年は一体どういうふうになるか。